はい、今日もジャカルタコミュニケーションクラブのディスカッションテーブル元気に始めていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今日はですね、今日のテーマは女子校男子校、男子校女子校を考えるというテーマですね。わかりますか、うん、皆さん男子校女子校というのはインドネシアでは なんか特別な言葉がありますか。Sekolah khusus putri dan khusus putra. あ、そうです。はい。はい。こういう時はやっぱりプトリプトラ使うんですね。はい。はい。これ、男子校、女子校と言いますね。これを、もう一つ、じゃ男子校と女子校じゃなくて、男子も女子も同じ学校は何と言いますか。Sekolah umum。スコラウムムね、分かりました。はい、じゃあちょっと言いますね、日本ではスコラウムムは共学、共学、これは共に学習する、一緒に勉強するという意味ですね。共学、共学ですね。はい。そして男子校女子校は別学、別学と言います。別学言います。今日はこの別学について話をしたいと思います。もちろん話をするときに共学のことも話をしますが、いいですか。この女子校男子校、この別学ですね。女の子は女の子だけの学校、男の子は男のだけの学校ありますが、皆さんの、まずイメージを聞きたいですね。イメージ、この別学、うん、別学、男の子だけの学校、女の子だけの学校っていうのはどんなイメージ、どんなイメージでしょう。手を挙げてください。手を挙げてください。何かイメージ、あ、浜地さん、なんとなく手が上がりそう。浜地さん、だめ、もうあのオープニング飾りましょう。浜地さん、うん、どうでしょう。内緒ね、ラハシアや、ラハシア、オッケー、ラハシア、はい、大丈夫です。さやピキール、うん、カロー女子校は何？女子校、はい。プルンプン、女子校わかります？プルンプンですね。うん、はい、女子校、女子校は、はい、スディキタク、うん、スディキタク、どうしましょう？うん、オランタクとバニャ、オランタク、あ、オランスラムですかね。なんとなく怖い子が多いですか？うんうん。どんな風に怖いんでしょう？どんな風に怖い？なんか。乱暴者が多いですか？なんでだろう。イメージ、イメージ、イメージです、イメージ。なるほど。ちょっと浜地さんの意見は日本の、あの女子校、ね、例えばですが、例えば一つの意見ですね。ちょっと、うん、あのまあ怖い子が、いるかなというイメージですね。はい。他に、うん、インドネシアどうですか皆さん。ケナシチタさん。はい。さや。はい。はい。ケナシチタさん。Saya kira kalau khusus putri dan khusus putra juga anak-anak dari orang yang kaya. Dan mereka nya biasanya pintar tapi terlalu dirundingi. Penting-penting kah? Jadi. Rundungi itu nanti sekarang. Lindungi dari lindungi masalah-masalah, lindungi dari masalah-masalah kurang mengalami kesusahan kah? はい、木下さんのちょっと最初の意見からすると、なんとなくじゃあ男子校女子校っていうのはちょっとお金持ちの子供さんの学校かなって、それからなんかお父さんお母さんはすごくやっぱりあの可愛がってるっていうイメージがするというような感じですかね。木下さん、事実だけですか？え、女子、あ、男子も女子も、ないや、そんなに深い意味、事実が多い、男子も女子も同じような感じ持ってるんだけど、うん、結構ね、あのやっぱりその女子校男子校っていうのは私立が多いので、なんとなくお金がたくさんかかるからお金持ちの学校というようなイメージもあるかもしれないですね。工業だと公立もありますね、はい、うん、工業だとね、公立もあるということで、じゃあインドネシア人の意見を聞きます。
インドネシア人の皆さん、はい、女子校男子校、このピンポンというのを消せませんかね。ちょっとピンポンってヒランビさんカファルディマンアクティフィンビサカ、ピンポンね、ちょっと気が散りますね。はい、はい、意見だ、誰が手を挙げてましたか。さっきなんかちらっと手が上がりましたね。誰か意見がありますか。男子校女子校、silakan angkat tangan。Kalau tidak ada saya. どうぞ。はい、ダニエル。どうぞ、ダニエル。はい、どうぞ。Kalau dari saya mungkin sekolah khusus laki-laki perempuan sebutannya sekolah homogen. Saya baru tahu karena namanya sebutannya homogen, sekolah satu jenis. Jadi kalau di Indonesia mungkin terbalik dengan Kino Citasang. Kalau di Indonesia ada versi murahnya Kino Citasang. Biasanya orang-orang yang cukup tidak mampu ada sekolahnya, kalau yang khusus laki-laki namanya STM. Tapi setahu saya STM tidak hanya laki-laki, tapi ada yang khusus laki-laki, kebanyakan yang laki-laki. Kebanyakan laki-laki, terus ada yang khusus perempuan SMEA seperti itu. Dan itu biasanya yang menengah ke bawah ekonominya seperti itu. Dan Indonesia yang ini mungkin tidak aneh, Sensei. Kenapa? Karena Indonesia kan cukup, agamanya cukup kuat, Sensei. Negara dengan agama cukup kuat. Jadinya, khusus laki-laki biasanya laki-laki sama perempuan lebih baik pisah. Tidak gampang kalau melihat dari agama. Hai. Makanya di Indonesia tidak terlalu kaku pikirannya, oh khusus laki-laki yang mungkin ya untuk penjurusan, atau memang yang sekolah khusus agama laki-laki, yang kalau perempuan ya mungkin karena tidak boleh sama orang tuanya, tidak boleh sama laki-laki, nggak boleh pacaran atau gimana gitu loh. Ada pemikiran seperti itu. Ogasan juga 喜んでますね。それはちょっと新鮮なお話でしたね。あ、そうか、インドネシアではやっぱり宗教の教えとかが非常に強いので、まあ、基本的に男女を別にするというのはとても大切なことで、だから逆に授業料が安い学校で男女別学というのもあるということですね。なるほど、ありがとうございます。ではですね、ちょっとだけお話をしていきましょうね。実は日本では今男子校女子校というのがどんどん少なくなっていって共学になっていっています。これは、まあ、一つは子どもがどんどん子どもの数が減っているということもあるんですけれども、いろいろな意見が、そう、子どもの数がす減っていますので。で、逆に欧米ではヨーロッパとかアメリカではこの男女の別学が見直されてきているそうです。見直されるというのは改めていいんじゃない、男子校女子校っていうのはいいことじゃないのっていうふうに考えられているそうです。で、私はそれを聞いたときに、欧米ってなんていうか、その男女の性別、ジェンダーですね、ジェンダーに関して差別、ギャップはなくそうよっていうのがやはり強いですよね。男女差別はなるべくない方がいい。ギャップヤングラキプルンポワンテレビバイクはティダータピークナパアメリカヨーロッパイトジュスルジャディクジャル別学、女子校男子校で、これは先生はさっき勉強していて、さっきいろいろそのインターネットで読んでて面白かったですね。でもこの面白かった話をする前にちょっと皆さんに聞きます。共学だった人、ウムウムだった人、共学、はい、アンカタンガン、共学。小川さん、ごめんね。共学は。でも私、共学は、じゃあ、女子大でした、そういえば。女子大ね。はい、じゃあ、いいです。はい、ですね、では、別学だった人、別学。私です、別学で。小川さん。小川さん、小川さんはどこの、中学、高校、大学。いや、高校、大学は女子でした。高校、大学は女子。それから浜地さんも大学は女子。そうですね。それからプトリさんは、プトリさん、誰、はい、あんかったんが、はい、うん、私、別学です。別学でした。はい、中学、高校、大学、あ、
sekolah umum. Sekolah umum kyogaku ね。すいません。kyogaku です。ということは、すみません。今日のディスカッションテーブルの参加者の中で、高校の時に別学だったのは小川さんだけということになりますが、じゃあちょっとここで、ここで別学を代表して女子校を代表して小川さんにそのメリットとデメリットを話していただきましょう。もしメリットもないとかデメリットなかったですよって言うんだったら言わなくてもいいです。でももしよかったら少しエピソードをお話しいただければと思いますが、小川さんどうぞ。デメリットは、デメリットは、はい、男の人と接する機会が少ないので、学校卒業した後すごく男の人と話すのが怖かったです。あ、この人たちが男の人かみたいな感じで。会社に入った時にちょっと怖かったです。そうですね。なぜなら中学までしか男の人と同じ時間を過ごしてなかったわけですよね。そうですね。はい。それから高校と大学というもう6年7年という時間を女の子だけの世界で、突然会社に入った時にいきなり大人の男の人たちがわさっていると。怖いって感じ。怖かった。これがデメリット。デメリット。はい。じゃあメリットは何？メリットは逆に、女の人だけなので、本当に、関係が近くなります。人と人との関係が、ね、人と人との関係が近くなって、もう何でも見せ合える。見せ合えるね。よく言いますけども、女の子だけとか男の子だけっていうのは恥ずかしくないって言いますよね。そうですね、異性の目を気にしなくてもいいって言いますね。異性というのは皆さん分かりますか、この言葉。異性、これすいません、あだそわらそわらだりまないや、すいません、多分サタです。すいません、カルビゲットスワンシーさん、ちょっとミュートしながら話していただけますか、はい、ごめんなさい、はい、これは異性というのは、例えば男の人からはカルバギオラン、男の子だったら女の子で、女の人だったらば男の人、これ異性ですね。はい。で、異性の目を気にしなくてもいい。ティダムンプルハティカン、ティダウサピケルイツヤン、アパシピキランピキランヤンね、男の子女の子だからあまり恥ずかしくないということで、この男女別学、男子校女子校ではあまり恥ずかしくないいろんなことをしていてというふうによく言われます。どうでしょうね、皆さん、どうですか、驚愕の皆さん、いや私驚愕だったけど恥ずかしくなかったですよ、はい、別にみたいな意見がありますか。どうですか、ピピンさん、どうだった、驚愕は。そうですね、驚愕ですけど、その驚愕、驚愕ですね、どうですか、まあ、恥ずかしい。まあ、やっぱ恥ずかしかった、恥ずかしいとかありました。もありますね、はい、あります。そうですね。で、はい、でこの別学の良さ、今日はですね、小川さん、別学の良さをいっぱい話をします。私なぜなら実は私驚きました、今回いろいろインターネットで調べて、あ、別学ってこんなにいいんだと思って。でどういうことがあるかというと、まずさっきその小川さんがおっしゃった自由、異性の目がないので、女の子だけの学校っていうのは男の子がいないので、あまりいろんなことを気にせずに思い切ったことをたくさんできる、もうとにかく思い切ってどんどん自分を出せるというのがあるそうです。でそれから異性がいないから、この仕事は女の子とか、あの仕事は男の子っていうギャップがなくなる。ここがやっぱりさっきの大きいところなんですよ。どうして欧米ではアメリカとかヨーロッパって最近は男女別学の方がいいかというと、昔はね、男女別学って女子校はおしとやかなエレガントな女の子たちが行きます。で男子校っていうのはなんか元気でたくましい
男らしくなるためになんか男子校に行く。でもそうじゃなくて逆に男子校には男の子しかいないから、料理をするのもお茶を入れるのもお掃除するのも男の子女の子で、女子校では女の子しかいないから、荷物を運ぶのも木を切ったりとかするのも全部女の子がやる。だからジェンダーレスになっていくんだそうです。だから男子校女子校だからこそ、ジュスルや男子校女子校だからこそ、その学校の中で仕事のギャップがなくなる。だから何でもできる人になるんだそうです。これはなんか先生は目から鱗が取れましたね。本当に初めて知りました。あ、そうか、そういうことだよね。だから例えば先生も JCC とかいて、でダニエルがいます、それから一先生がいます、でお客さんが来てお茶を出さなきゃいけないときに、あ、一先生お願いしますね、お茶ねとかね、で椅子を運ぶときに、あ、ダニエル椅子運んでねって、ついついね、やっぱり差別をしてる。まあ先生はこれ区別だと思ってるんですが、やっぱり女の人には女らしい仕事、男の人には男らしい仕事って考えていたと思うんですね。でもこれが女子校男子校ではなくなるそうです。でそれから先生にとっては、先生にとってですね、男子校女子校の方がいろいろ考えなくてもいい。今まで男の子のためにはこうで、女の子のためにはこうだよねって考えていたことがありますね。例えば保険の勉強、保険って健康の勉強ですね。健康、クセハタンの勉強、クセハタンの勉強って男の子と女の子って別ですよね。体が別なので、体が異なるのでいろいろ準備しなきゃいけない。でも女子校だったらば女の子のためだけのカリキュラムを作ればいい。で男子校だったらば男の子だけのキャリキュラムを作ればいいわけだから、その学校や先生にとってもすごく楽なんだそうです、準備がね。でもう一つ面白いです、これは。男子校女子校には本当に個性が豊かな子がたくさんいて、女子校にすごく乱暴な、浜地さんがおっしゃってましたけれども、女子校にすごく乱暴な男の子みたいな女の子もいるし、で男子校にすごく静かで優しい男の子がいる。でこれが普通になってくる。でもこれが共学だと、共学の中に乱暴な女の子がいたり、共学の中にすごく静かなおとなしい男の子がいると、ちょっといじめられる対象になってしまう可能性が高いんだそうです。どうですか皆さん、これ全部わかりましたか、インドネシア人の皆さん。一先生、一先生、モンジュルスカン、ギマナ。あ、スモニエ先生。あ、ya, ya semuanya kira-kira begini sih. Saya coba persingkat ya. Kalau ada sekolah khusus, jadi sekolah khusus perempuan atau sekolah khusus laki-laki, itu semuanya jadi general. Jadi semuanya sama. Kita nggak pikirin ini cuma tugas perempuan, ini cuma tugas laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan gender. Tapi kalau karena kita terbiasa di sekolah umum, kita sudah terbiasa bahwa ini biasanya laki-laki atau cuma boleh laki-laki, yang ini cuma boleh perempuan, seperti itu. Jadi sebetulnya poin positif dari sekolah khusus adalah itu. Nantinya semuanya baik laki-laki atau perempuan tidak ada perbedaan gender, seperti itu. Hai, so do desho ka? Kono ima no ano watashi no hanashi o kite nanika iken ga aru hito dozo. Dozo, iken ga aru hito. Ayo, sumangat to mumburika. Hai, do desho ka minasan? はい、どうぞ、ちょっと待ってください。ピピンさんから行きましょうか。あ、はい、ピピンさんから行きましょうか。はい。そうです。教学でも別学でもそれぞれの、メリットデメリットがあるんですけれど、ちょっと、はい、私が考えているのは、日本はわからないんですけど、うん、はい、別学だと、うん、同性愛は、うん、同性愛を生かすのが、先生はどう思われますか？同性愛？ああ、はい、同性愛というのは、これまたものすごい難しい話になってきましたけれども、皆さん、すみませんね。はい、同性愛、はい。
これでこの話ですか、ピピンさん、ブトル？そうです、その通りです。はい、これはもっと深い話、すごいですね。ディスカッションテーブル、どんどんハイクラスになってきますね、トピックが。はい、同性愛というのは、いいですか、男の子と男の子の恋愛。恋愛わかりますか、皆さん。難しくなってきましたね、だんだん。はい、恋愛。はい、恋愛は、はい、これは、まあ、恋とか愛とかね、パチャランですね。はい、で同性愛というのは男の子と女の子、男の子と普通は男の子と女の子が恋愛をします。ぶとるや、まちゃらんやね。ぶとるね。皆さん、はい。はい、で、はい、で同性愛というのは同じ性の人が恋愛をする。だから男の子と女の子、男の子。で、おーとかって言ってます。で、女の子と女、今普通じゃないけど結構あるでしょ、それはね。あまりびっくりしないですよね、皆さんね。はい、で、この同性愛が増えていくから、ピピンさん、アパヤ、じゃで困る。いや、多分インドネシアでは、それはまだ反対されるという意見を唱える人もたくさんいるんですけど、日本はどう思われますかと。どう思われますか、はい、じゃあどう思われてるか、じゃあ小川さんに聞いてみましょうか。小川さん、今日は中心人物ですね。すいません。どう思われますか。いや、日本でも今認められてはいますけれど、うん、それは応援される、やっぱり男の人と女の人の恋愛の方がルビーナチュラルそうですね。でも、いや、はい、そうですね。世界的に今は異性、ジェンダーレスっていうのは唱えられていますね、そのピピンさんね。でもやっぱりまだまだその同性愛とかに関して理解が高いとは言えない。まだまだみんな今まだプロセスだと思いますね、それが本当にスタンダードになるためのね。だからそれぞれのみんなが反対とか賛成とかあると思いますが、これはまだ時間がかかると思いますね。世界的に見てまだまだそうだと思いますが、はい。で、まあこれはお父さんお母さんにしてみたら、中学でも高校でも恋愛っていうのはやっぱりとても心配なので同じかなというふうに思います。で、もう一つ、その女子校男子校だから同性愛があったっていうよりは、でも逆に言うとあんまりみんな周りにいるので意識しなくなったりとかすることもあるかもしれない。どうでしょう、皆さん、他に何か意見ありますか。どうでしょう、どうでしょうか、ご意見どうぞ。さっきプトリさん、はい、seperti yang disebutkan Pipin San tadi, jisuane, kyogaku de, kyogaku de, joshi ai to danshi ai wa imasu. Kyogaku mo joshi ai to danshi ai mo.Imasu. Di lingkungan saya, walaupun kami jadi satu sekolah, Joshito Danse jadi satu sekolah, itu tetap masih ada yang Joshi Ai itu. Doshi Ai, ne? Hai. Menurut saya,itu、はい、tergantung orangnya. Jadi, ibun no ano nanda ka ne. Demo Indonesia de hantai des. Mada hantai des. Demo arewa personal.個人の問題ですね。はい、個人の問題です。はい。そうですね。今日なんかトピックが変わってきてきました。そうです。同性愛についてになってきました。はい。で、で、もう一つはですね、一つこの男子校、女子校、別学の一つの特徴として、成績がいいそうです。共学より。で、結構東大の合格者、東京大学の合格者でもやっぱりこの別学、男子校女子校からの卒業生がすごく多いということで、
ね、多分ですね、あの共学だと隣に男の子が座ってるわけですね。で、あの自分の隣に男の子がいたりとかして、そうそうそう、プピンさん言ってるように勉強に集中ができないことがある。で、別枠の場合はみんな女の子みんな男の子、もちろんさっきから話してる同性愛の問題は別として、でもそんなに人が気にならない。だからその分だけも勉強に集中できる、失敗してもいいからどんどんあのチャレンジするしトライするし、だからなんかあのそれから、ま、さっき言いました学校側も準備がしやすい、指導がしやすい、頑張んビンビンだ、なので、成績がいい学校が多いそうですということです。どうでしょうか小川さん、これに関しては。そうですいい切りましたね今そうです、はい、自立、そうですね、はい、うん、あのということなので、で、あの、まあ、今日はちょっと別学をすごく先生はいっぱい褒めましたけれども、共学の良さっていうのはやっぱりあって、やはりさっきその小川さんが一番最初に、いや実は別学のデメリットは異性になれない、異性になれないというのはティラトルビアサドンガン異性ラキラキですね。だから女子校の子たちはずっと女子校だったので、突然男の人たちに会うとなんとなくなれないということですね。これがありますね。それから恋愛経験、恋愛というのはチンタですね、はい、バチャなんですね。この経験がちょっと少ないので、初めての時にちょっとこうドキドキしてしまうとかね。それから考え方、いろんな考え方を若い時にシェアしますね。男の子の考え方、女の子の考え方。でもずっと3年とかあの7年とかずっとあの女の子だけだと、女の子の考え方がたくさん入ってきてしまうというようなこともあるそうです。今日全然意見が出なかった人もいますけれども、はい、最後に先生聞きますよ。皆さん学生ですか？今学生じゃないですね、みんなどう見ても。僕は大学生私は大学生です。はい、私大学生です。プトルさん大学生、エイミさんは、はい、エイミさんは学生？私は高校生です。あ、高校生だ。さっきいろんな話をしましたね、エイミさんね。エイミさんは共学ですか？スコラビアさん、アルスカラウムもあたう。共学です。共学ですね。OK。はい。それでは、大人の皆さんに聞きます。今、皆さんが高校に入るとしたら、共学に入りたいですか、別学に入りたいですかという質問です。はい、それではやっぱり共学よ、共学に入りたいという人手を挙げてください。今から高校に入る人あら、あら小川さん裏切り者共学なんでですか？やっぱり男の人がいた方が楽しいですよ。みんなもう一回共学の人、もう一回、はい、共学。わしから思う。あら、みんなですね。みんなですね。あら、スラントさん？スラントさんもあんかったんかって言った。スラントさん。いいだ。スラントさん。スラントさん。スラントさん。プリス。じゃあ先生は、はい、ちょっとなんか気大なクリチャレですが、先生はもし今から高校があるんだったら別学入ってみたいなと思います。なんかすごくさっき の, そ の, あの異性がいないから何でもできる。先生は実を言うと運動が嫌いでした。スポーツが嫌い、うん、これはやっぱりなんか男の子たちがいっぱいいて、なんかすごくやっぱり見られるのが嫌だった。でももし女の子だけだったら先生はもっとスポーツが上手になってたかもしれないという可能性があるので、もしこれから高校生活が始まるんだったら私は共学に入りたいなと思いました。はい、ありがとうございます。今日は皆さんと一緒に男子校女子校についてお話をしましたけれども、皆さんはやっぱり共学の方がいいということで終わりましたね。ありがとうございます。それからちょっといろんな話が出てきて楽しかったです。はい、それでは来週12月18日の、ディスカッションテーブル、これは今年最後のディスカッションテーブルになります。
今年最後のディスカッションテーブル32回ですよ。すごい。今年もディスカッションテーブル30回以上やってるんです。すごいですね。びっくりしました先生も見てる。来週が32回目、今年32回目のディスカッションテーブルはなんとあまりシリウスではありませんが多分楽しいですよ。もしタイムマシンがあったら、タイムマシンわかりますか、タイムマシン皆さん、はい、もしタイムマシンがあったらあなたは未来へ行きますか過去へ行きますかという話をします。いいですね。それでは皆さん、はい、では来週のまた18日にお会いしましょう。さよなら。はい、また来週。お願いします。